もお疲れ様でございます。8月18日朝6時の相場解説になりますえ、今日はね。新局面になりました。そして一時的にレンジに入りました。よってことを2つお伝えしたいと思います。 まあ、上昇トレンドが終わって新局面に入るっていうのは、今週の頭で申し上げました。それは、あの、145円に達したっていうことと、口先介入がまず入ったってことですよね。まあ、それによって上昇が終わって、もしここからさらに上昇するとしたら、それはあくまでも、新局面での新しい上昇だってことなんですよね。まあ、これを、お特殊レンジというふうに、えー、一括してですね、今週はやってきたわけですけども、えー、このあたりで、 一回蓋がかかったわけですよね。だからこの価格を警戒してたわけですけども、え今週は月か水とね、あの、口先介入の入りにくいという19時以降の時間帯で、どうも買いが入って上に伸びたところがあったかなというところです。それを検証しながらやってきたわけですけども、昨日はね、それはなかったかなと、逆に落ちてきたかなというところで、やっぱり新局面は今週ずっとあったんだなと。新局面の中でも、 伸びる時時時間間帯帯口先介入が入ががりにくいいいのので資金っていうのが動いていたんだなってことが確認できました、まあ、ただね、介入を背景にした、この資金の動きっていうのは、あのー、滅多にね、あのー、遭遇できないんですよ。介入っていう場面に遭遇できることってあんまりないですからね。まあ、ですんで、なかなか経験値が踏めないんで、早い思いをしましたけども、せっかく介入,に介入に立ち会ってるんでね、今ね、口先介入の危険水域に。だから、あ今週は、 19時以降だったらもしかしたらね動くんじゃないかなっていうところで、えー、まあ何回か成功を収めたそして昨日はまあうまくいかなかったよってことだったと思いますさあそれではね、えー、4時間を見ていきましょうか一時的なレンジっていうのはどういうことかっていうことなんですけども多分ね今日はレンジに入ると思いますけどもこのレンジっていうのは長いのか短いのか一時的なのかまあそこそこ長が続くのかによってあの利益の量ってのも変わってくるんですよねまあご覧いただいたようにもうこれね上昇トレンド終わってレンジに入ってますよね かこう小刻みにずっと上がってきたこのローソク足の太さ見てくださいよ上下の大きさこれがだから順調に、えー、右肩上がりを積め上げてきたとこなんですよで大きな流れがあると反発も必ず起きますん、ね、でこういう形になるんですよねでえっ、ー、と1時間なんですけどもここで昨日は40ピップスぐらいのレンジしかちょっとね見れなかったんですけどもここですよねで、えー、19時以降で上がるかなと思ったらもう上がらずにさすがに <laughs> 下の方に行って、で、戻ってきて、で、またさらにこっちの方に戻ってきたんで、まあ、ざっくりとね、この辺りでレンジが形成されるんじゃなかろうかと思ってますね。で、たい上下が60ピップスから70ピップスぐらいの、まあ、アントニー、扱いやすいレンジになるでしょ。今日はこのフェーズ、この間で、えー、いろいろと考えていきたいなと思います。ただし、金曜日なんでね、もうあんまり、あの、トレードのチャンスが、 あるかっていうとないと思うんですけどもリスクの終える方だけだから今週はね本当にねリスクの終える方だけやってくださいってことになりますんでまだ今週みたいなあの特殊レンジとか特殊トレンドこれに挑戦できるほどの力量がない方っていうのはデモトレードなりまあ私が今週やったようなね普段とは違う少なめのロットでやることをおすすめしますまあ必ずう未来の資産にはなりますんででえっ、ー、と今日はレンジを見ていくわけなんですけどもねご覧のように ただもう8時30分から8時50分ぐらいにちょっと材料が入りますんでねその材料をちょっと警戒しないといけないところがありますさあどんな材料ですかちょっと見てみましょうか経済指標カレンダーオリガルヒの方にはねもうお見せしたんですけどもこれ CPI ですよ CPI が8時半にありますんでこれをどうくぐり抜けるかによって、えー、今日のレンジがどのぐらい使えるかってことが決まってくると思います えー、それではまたね FX オリジナルの方はまた後ほどお会いしましょう、えー、速座軸限定動画だけをご覧の皆様は今日は厳しい勝負になると思います、えー、何かありましたらね私の方にメールをいただければ返信できると思いますのでご連絡くださいそれでは失礼します